はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、今回もですね、デュエルロワイヤルの対戦をね、皆さんにご覧いただければなというふうに思ってるんですけれども、これ改めてね、一応説明しておくと、デュエルロワイヤルって何かっていうと、遊戯王 OCG の公式チャンネルの方でもよく動画上がってるんで、ご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですが、昔のね、頃の遊戯王を楽しもうっていう、まあそういう企画になってまして、コナミさんと、あと、東大の遊戯王サークルさんがめちゃくちゃ頑張って考えてくれたデッキが、今一応7種類ぐらいあるんですよ。ちなみにこれ商品化して発売もされてます。はい。僕も買いました。で、その、商品化されたデッキを持ち寄って対戦する、固定デッキで。例えば、今回使っていく聖眼デッキであればこういうデッキになってまして、まあ、頃の、なんか2004年か2005年かそのぐらいの頃の多分遊戯王にプラスちょっと最新のカードも入ってるぐらいのレベルでパワー調整されていて、このデッキを使って対戦していく。で、対し、相手は例えばデスガーディウスデッキであるとか、こういうね、デスガーディウスデッキであるとか、ブラマジデッキであるとか、こういう、まあ、デッキを使って対戦していく。完全にデッキ固定の対戦になってますよ。だから、デッキをなんかその考えるとかあんましなくてよくて、結構お手軽にね、対戦ができるんですよ。これやってみた人しかわかんないと思うんですけど、めちゃくちゃ面白いんですね。今の現代遊戯王っていうのは、ものすごいパワーカードをなんかぶん投げ合って、なんかワンキルし合うデッキ対決になってると思うんですけども、この頃の遊戯王はね、ワンキルとかほとんどないですね。はい。カードはそこまで高くないんで、まあ、これ高いですけど、当たり前に。これ高いですけど、あんまりね、カードパワーが高くないカードがひしめき合ってるんで、割とバランスが取れてるというか、結構ね、楽しいんですよ。この辺のね、カードを使ってデュエルすると、かなり接戦が生まれやすくなったり、あと、やっぱ、ワンキル試合じゃなくて、プレイングでの対決になるんですよね。これめっちゃ楽しくて、まあ、今回はちょっと、メンバー限定企画でやった大会の様子を、ちょっと皆さんにご覧いただくことになると思うんですけれども、マジでみんなもね、お友達、いたらやってみてほしい、一緒に。友達と一緒に。めちゃくちゃおもろいから、これ。本当に。0円環境デュエルとかやった人だったら分かると思うけど、めっちゃ楽しいから、これマジでやってみて。はい。で、やる友達がいない方は、リオの幹部会へ加入して。よろしく。それではちょっとデュエルやっていきましょう。スタンバイ。デュエル開始の宣言をしろ、磯野。あ、はい。デュエル開始。今回はね、社長デッキをね、使って、まあ、社長デッキ割と、まあ、プレイングそこまでむずくないというか、まあ、割とその脳筋でゴリ押すみたいな感じのデッキなんで、まあ、なんか他のデッキ比べると、まあ、割となんか、使い方簡単なんじゃないかなと思ってるんですけども、わかんねえな、セットは。セットされただけでは相手のデッキが、そのタイプのデッキね、クソめんどくせえじゃん。あのタイプのデッキ、一番苦手なんだよね。海馬くんが一番苦手としている外役デッキですね。鉄折りめんどくさ。ラバコ入ってるマリックタイプのデッキですね、これね。あ、ちなみにね、デッキのタイプ何種類なんだろうな。7種類ぐらいかな、今。多分あると思うんですよ。公式さんが用意してくれてるやつね。これね、もともとこのデッキがどうして生まれたかっていうね、話なんですけども、遊戯王サークル、東京大学の遊戯王サークルさんが、そのコナミの担当者さんとなんかいろいろ打ち合わせたりとかして、なんかすげえ頑張って考えてくれたり言っちゃうんですよ、これ。デスコーラいったいや、いった !2000 番ボーガニアも並んでんじゃやばいんだけど、このデッキマジゴミなんだよな。意味ねえの来た、マジで意味ねえの来た。そのね、まあ一応東大サークル、遊戯王サークルさんがめちゃくちゃ頑張って考えてくれたやつなんで、ぜひね、皆さんもね、ちょっと手に取って遊んでいただきたい。そんなに高くないから。言うて、強欲なツボとか大柄しかじゃない。UR で説明しなきゃいけないの。割と楽しいよ。とりあえず、ラバーゴーレムはもうなんか出させるしかねえ。ラバーゴー出してくるなら来い。さっきも手取り破壊されていく。ラバーゴーレ出すターンは通常召喚できないんで、まあ、ボーガニアの豪華でちょ、いっていって。もう俺ら残りないよ、5000のやばいって。うわーうわーニコルン来た。ニコルンを呼吸のように発動するのやめてくれ。はい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 。まあまあそこまでは読んでいましたよ。そこまで読んでいました。まあそのためにね、白龍降臨をね、持ってきといたんで、うわ、出た魔界の足かすとかいうカードも発動されていく。厳しい。めんどくさすぎる。まあ一応ね、白龍降臨でリリースできるんでね。ラバゴは頑張りましょう。これでめんどくせえな、肉声肉声めんどくせえな。なるほど、槍も槍強いな。でラバゴで1000バーンね。あと俺残り約4000ね。はいはい、オッケー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 。まあこれはもうリリースして逃れましょう。まあこのために白龍降臨は持ってきてるためね。さあまずは白龍降臨の効果を発動するぜ。白龍降臨により儀式素材をフィールドまたは手札から墓地を送り、儀式モンスターを儀式召喚する。いくぜ、俺はこの害悪モンスターを墓地を送り、現れろナイト・オブ・ホワイト・ドラゴン儀式召喚。これどうでもいいか。ジャックナイスないんでね、縦列ケアする必要ないんで、この環境において。ちなみにブルーアイズホワイトドラゴンを出せるっていう効果一応あるんだけど、ナイト・オブ・ホワイト・ドラゴンはまあそんな効果も一応あるんだ。まあちなみにミラーフォースないんで、このデッキ相手のね、相手にはミラーフォースないから、まあミラーフォースは組むことはあんま警戒しなくていいんで、まあそれは食らいます。はい、すいませんでした。だからボーガンニアンから殴るべきだよ、これ。ボーガンニアンから殴るべきでは俺なんでこっちから殴ったんだろう。ボーガンニアンから殴るべきでした。すいませんでした。やばい、この600ダメージで負けるとかあったら俺心折れるよ、さすがに。まあしょうがねえか。まあ、ブルーアイズホワイトドラゴン出しとくか問題なんだけども、出した方がいいから、これ出しましょう。さあ現れろブルーアイズホワイトドラゴンデッキ手だからこいつをリリースってことによって出せる。いけーおらーラバゴン投げてくるなら投げてきやがれ。まあ一応ねリビでやるんでね、ワンチャンねなんとかなりそうですね。相手の外悪バーンカードよりもこちらの攻撃を多く通せばいいわけですよ、基本的には。相手のなんかその外悪遅延カードを乗り越えてぶん殴り続ければいいので、まあ、これ完全にボーガニアンから投げるべきでしたすいませんでした、すいませんでした東大生、申し訳ない。これは完全に俺のプレイ。うわ出たキラートマトや。いやキラートマトめんどくさ。これ何出てくるこれ。いやこれねキラートマトから出てくるたけしが一番前だよね。たけしの魂を削る城。今は、まあ、攻撃表示で出てきてくれるからまだワンチャンあるけど、いやこれたけしマジめんどくさいんだよ、あのデッキ。いやとね突破できないんだよね、なかなか。これ月書で裏返してからナイト・オブ・ホワイトドラゴン殴ったりとかしないといけなくて、だからめちゃきついんですよたけしが。いやここでのたけしやめてほしいな。あーそっちか、なるほど。あーなるほどなるほど。もう一回ラバゴ持ってくるやつですねこれ。なるほどね。ああ、オッケーオッケーオッケー。まあまあ、それはそんなに痛くないかな。まあ一応、ラバゴ出されても大丈夫ですし、ああ、でも召喚してるから無理か。召喚してるから無理。いや、でもこれってことは相手逆に伏せに自信あんのか。なるほど。伏せに自信にきってこと？怖えな、伏せに自信にきは。いやでもね、言うてね、こっちもね、アタッカー結構いっぱい用意できるから、あっちのデッキの特徴はね、あんまり守備力が高ないからね、意外と戦闘では破壊できるんだよ。たけし以外。もちろんたけし以外だ。いやほんとたけしが一番前からたけしをねなんとかするカードはね持っておかないといけないかなっていう感じなんですけども、バトルフェーズいきましょう。さあバトルフェーズ一旦このソニバでぶん殴る。でそのボーガニアンは破壊させていただく。 OK、 2000と3000通りますこれ。もしかしてこれ通ったら勝ちなんだよこれ。通ったら勝ち説。えマジ聖眼ぶん殴れます。あ、拷問じゃんなるほど。これ槍打てんだよな。これちょっと考えろか。一応攻撃ができんくなる。でバーンダメージも入るやつだよね。ああこれ槍打つと3000だから2200入ると22入って、あと残り2000。このターンで勝てる？勝てないか。いやでもこれ打った方がいいね。ライフ取った方がいいわ。ライフ取りに行ってここは一回、槍打ってで聖眼ぶん殴ります。これで22入ります。あと残り2000リビで、いやーあと100でしたね。あと100だったわ。いやこれ今出した方がいいかな。いやーまだ早いか。いやまだ削りきれねえもんな。いやこれね意表ついたタイミングで出したいんですよリビで。これちょっとまだ早いな、まだ早い。削りきれないんだったらやめよう。これでまあ一回エンドして、でこれでまあ一応相手ラバゴ1枚でしょ。いやでもねこれ全体モンスターの攻撃も止められない。まあ多分これアレクサンドライトとソニックバードをリリースしてラバゴ出してでトラップセットとか。ああなるほど。あ、そんな感じ。なるほどね。壁なくなるもんね、相手ラバコ出したら。そう、ラバコはね、通常召喚できなくなるっていうめちゃくちゃ重い。いらねえ、いらねえ。相手絶対攻撃してこない。相手絶対攻撃してこない、このデッキ。いや、あの捨てカードが何かによるんだけど、いや、ミラフォないからもうね、多分ね、これ拷問車輪ってさ、これあれでしょ、あの月の書かなんかで裏返したら、これあれリセットされますよね。とりあえずリビーで使いますか。リビーで使って、まあ、バトルでよかったせいだけど、まあいいや。ここリビーで使って、これ蘇生したいんだけど、なんかある？なんもない？いや、これ全部で殴ればいいと思うんだよな。じゃあ、癖なんもないか。じゃあ、チェーン。チェーンなしってことは、まあ、ブラフか、攻撃反応系多分ないんだよな、あのデッキ。これ多分ね、これ月の書して、ね、自分裏返して、で、これもう一回自分反転したら殴れるから。多分。OK、消えてる。で、バトルフェイス入る。で、まず守備表示モンスターこれで処理。で、効果ぞ。OK！ よし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 、いけ、ほら見ろ、バーストストリーム、よーしよっしゃー、ゴミデッキがよっしゃ、3連勝だ。これ、あと1回勝ったらマジで、自分の主催大会で自分で優勝あるぞ、これ。ワンチャン。全然ある。これ勝ったら優勝です。自分で開催した大会で、自分で優勝しそうです。いや、これはね、これはどうしようかな。これは読み船の方がいいかな。まあ、一回アトランティスの選手発動して、で、圧縮だけしといて、ほんで、で、これ読み船セットでいいか。これでいいや。読み船セットちょっと安直かな。ちょ、わかんねえ。メインド。間的わかんねえしな。ちなみに、全回戦、違うデッキ使ってるの結構、うわー。うわー。やべえことされたー。そっちのタイプのデッキに。なるほど。罠外しのクリフは、センターダメージを与えると、フィールドマンオジェクトラップカードを破壊するか、デッキから2枚送れる。なるほど。クリスタルコアと、クリスタルコアと、テラフォーミングか、オッケー。まあまあ、そんなに痛くない。まあ、死者蘇生の玉になったとも言える。いやー、肉せ怖えな。オロタン、ドロー。テラフォーミング、なるほど。テラフォーミングは一発打って圧縮だけしていきましょう。で、これでアトランティス持ってくる。いやー、これ難しいね。結構。まあでも、打点で上回ってるのは誠意だと思うんですよ、僕。なんで、これ、マーメイドナイトで2回連続攻撃をしに行くプレッシャーを与えましょう。2連続攻撃。こいつは海がある場合、2回攻撃できるぜ。バトルフェイズだ。1702連打はきついだろ。さあどうする？使えその店から使え。オッケー。なんだこれ。16解消。オッケーオッケーオッケー。まあいいでしょう。まあこれはメインフェーズ2入って、まあこのぐらいであればまあ、こいつは戦闘破壊されますが、まあそこはまあ問題はそこまでない。いや、言うてこれエンドだ。いや、結構いいでしょ、この速度感。今の遊戯王にはなかなかないですよ。このなんか、そのなんか殴って殴り通んなかったらエンドするみたいな。いや、今殴って通んなかったらとしても展開されて制圧されて終わりなんで、割とこの頃のね、その遊戯王ってね、やっぱ遊戯王してるんだよね。サクでいっぱいつきちゃった。まあ、これはパクられてもいいや、最悪。1700でパクられても、まあ、知らないまだ。6000パク、でも結構きついな。ライフ結構きついな。なるほど。まだダッシュはしない。なるほど。まあ、それ戦闘ができるもんな。そうだよな。戦闘破壊できる。で、クリフでぶん殴られて、また、デッキの、これアトランティスか。アトランティス割ってくる。まあ、アトランティス割られても、もう一応アトランティスあるんで、まだ大丈夫。で、サイクロンどっか行った。グリズリーマズもどっか行った。オッケー。いや、これ難しいなぁ。あー、なるほど。アクエリアちゃん来たか。アクエリアちゃん来た。特殊召喚結構強いと思うんですよね。いや、ミラフォだけは絶対踏んじゃいけないんで、ミラフォだけは警戒していきたいと思うんですけども、いや、これね、アビスソルジャーがね、大事だと思うんですよ、これ。このデッキ。なんでかっていうと、多分ね、サクリファイスを処理の多分、アビスソルジャーが一番強いから、アビスソルジャーを早々に切ってしまっては多分いけないと思うから、これ一回待っといて、相手のサクリファイス着地後にアビスソルジャー出しに行く方がいい気がする。いやこれバリムズいな、これバリムズい。いやこれサクリファイス出されたらワンチャンライフ削られる説もあるんだけど、もはや5600ぐらいになってくると。いやでもね、そんな火球ね、アクエリアの効果なんだっけ、スタンバイフェーズに表示形式変更して、ああやっといた方がいいね。なるほど。それやっていきましょう。で、アクエリアちゃんの効果発動で、マンジゴット守備にしていく。オッケー。セットか。まだマンジゴットとかそっち系のカード来てないのか。いやサクリファイスどうなんだろう。ジェノサイドキングサーモン来た。うわー怖えー、めちゃくちゃ怖え。あのセットなんだろう、わかんねえけど、とりあえずサクリファイスのためにアビスソルジャー取っとかなきゃいけなくて、いやこれ難しいな。これ殴るってみるか一回。いやむずっ。いやこれ待って、聖なるバリアミラーフォースマジで怖い聖バリマジ怖え、聖バリマジ怖え、あのデッキ。とりあえずこっちいいか。とりあえずちょっと一回守備は置いとこう。いやわかんねえ、わかんねえ、あのカード。じゃあなんかあのカードマジわかんねえ、誰か教えてくれ。いやわかんねえ、あのカード怖すぎるあのカードなんだ。聖バリだったら世界終わるんだよなマジで。聖バリだったら世界は、うわ来た、イリュージョンの儀式。いや、まあでもね、イリュージョンの儀式さんはね、アビストルジャーっていう最強のモンスターで処理るんでね、これを待ってたんですよ、僕は。逆に言うと。これを完全に待っていました。キラートマトでしたか。なるほど。キラートマトをリリースしサクリファイスってことは、あれモンスターじゃねえな、あれ手札。あれモンスターじゃねえな。手札2枚。なるほど。いい情報を得た。ってことは、儀式魔法がなんか被ってるから。1600いいだろう。いや、これはね、サクリファイスをね、バウンスしてあげればね、大丈夫なんで、まあ、ここは一旦アビスソルジャー温存した作戦がこれかなり功を奏していく。アクアジェットも来た。アクジ来た。アクジちょっとまだ早いな。伏せカード一生怖いんで、まあ、アビスソルジャー召喚するでしょ。で、アビスソルジャー効果発動する。いや、でも光ってねえんだよな、相手なんも。で、これでサクリファイスをバウンスする。あ、でも光ってるか。わかんねえな。なんかマスターディレイの砂抜けの仕様ってなんだっけ。これなんか赤く光った気がするな今。あれ、ミラーフォースではない。あ、でもなんかわかんねえな。これなんだこれ、この伏せカード。ちょ待って、マジでわかんなくなってきた。わかんなくなってきた。助けてくれ。なんか伏せカードを1枚にヒーヒー言ってるわ伏せカードを1枚にヒーヒー言ってるのやばい。いやでももしかしたらイリュージョンの儀式かもしれないから、手札あれモンスターキラートマトリリースしてるってことは多分伏せてこないし、多分ね儀式だと思うんだよあれ。多分1枚あ、もう1枚儀式あると思う。だからモンスター引かれたらもしかしたらもう1回出てくるかもしれないね、サクリファイスは。セット、なるほどなるほど。ジェノサイドキングサーモン来た。いやーわっかね、あれなんだろう。いやでももう1枚キラートマトっていう可能性は薄いよね。いや、まあ、効果発動するかアビストルジャー。いやこれ怖えな、これ前だよな。でもいやでも聖バリが怖すぎる、助けてくれ聖バリが怖え。いやこれさ、これ分かったぞ。これをバウンスして、これバウンスして人格じゃね。これでまあ蘇生すんじゃん。死者蘇生するでしょ。でこれなんか2回連続攻撃オーバーハン出すじゃん。でアクアジェット発動してさ、27にして2回攻撃したらこれ勝てんじゃね。これちょっと待って、これひらめいたわ。これで聖割をケアしながらワンキル取るわ。これね多分ねこうなんだよ。これこうしてでこれ出すでしょ。でこれ1700になってるからアクジェ発動すんじゃん。で27すんじゃん。これでセーバーにケアしながらこれが通ればいけるわけですよ。オッケー、よーしよっしゃ、神ゲー起きた。いやあれ癖何だったんだろう。あのクセカード一生怖くて、なんかあのクセカード1番に一生翻弄され続けてだけど、結局僕これ今回の大会自分で開いてこれ4連勝してるんで、これ僕優勝です。はい、自分で開いた大会自分で参加して自分で優勝しました。これ迷惑じゃない？